様を追い払い、カレーマ城を奪還する。伊達の強さを思い知らせてやるのじゃ。この戦は正宗様の初陣でございます。もう少し肩の力をお見せくださいませ。あれが伊達の跡取りか。お手並み拝見と行くぜ。まずは周辺の砦の攻略を。敵の士気を下げつつ城に迫りましょう。これも憎しみでお許しくださいませ。伊達家当主テルムナさん、そして政宗さん、お二方が撃たれては伊達は滅亡でございます。これも戦にてお許しくださいませ。相馬相手に手こずってはならん。邪魔する者は即刻切り捨てよ。雪崩だ。雪崩で道が埋まってしまったぞ。仕方ございません。迂回して中央砦に向かいます。開門。砦を落としやがったか。なるほど、戦の腕は確かだが、しかし面倒なことこの上ね。あいつには報酬弾んでもらわねえとな。中央砦は守備の要のようなございます。早くは落としかねるか。ここは砦を守る将を外におびき寄せましょう。その隙に伊達の忍び黒羽巻組を砦の中に。ここは通さんぞ。この砦は容易だ。守りきる。戦火よ開門。小十郎め、死んだ者のくせにやるではないか。
我ら子さんも負けてはおれんぞ。中央砦では伊達がいただいた全軍金山城になだれ込め。こつもやるね。じゃあ次の手を打っているか。あの拠点は援軍を呼び込むのに好都合だ。敵より強奪すべきでございます。何、鉄砲隊が現れおったぞ。そうまめ、いつの間にかほどの装備を。驚く暇が終わりでしたら殲滅、被害が拡大してしまいますよ。うちの衆を見事倒しちまいやった。あのメガネが小僧を落ち着かせたか。面白いじゃねえか。お前らの才能もう少し試させてもらうぜ。よし、この間ぜ、大火獣の火薬の威力を見せてやるんだ。殿、火薬で雪崩でござる。崖が雪で埋まり、対岸より敵が進軍中。雪崩を起こして道を作れと。奴らの狙いはわしか。父上の身が危ない。驚く余裕が終わりでした。急ぎ救援を。ヘルムネ様が撃たれては終わりでございます。ようやった孫一、この勢いに乗りヘルムネを撃ち取れ。ここで増援か。相馬もなかなかやりおるわ。この初陣に親が足を引っ張るわけにはいかん。父上、ご無事で何より。正宗、もうわしはいつ隠居しても安心じゃ。さあ若き竜よ、城を落としてまいれ。奥州を進めれば伊達よ。歯向かう者はことごとく撃つ。金山城の門は固く閉ざされておるな。小十郎、いかにする。では本気だ。浅宗様のお杖は課題でございますか。策をお立ていたしましょう。門が開かぬなら開けさせるまで。ヘルムネ様を駆り相馬をおびき出しましょう。正宗様に対してなんと無礼な。やはりわしはあのメガネを好きにはなれん。我こそは伊達テルムネなり。相馬よ、怖くて出てこられるか。バカめ、打ち取りまして。
こそ出陣の時、当主テルムネを討ち取ってくれる。テルムネ様を狙う手は不届き千万。ゴブレンを討ち取らせていただきます。敵将を討ち取りましてございます。天下無双の名、僭越ながらいただきます。これも憎せぬ手、お許しください。伊達テルムネ、ここにあり。撃つなら我を撃て。テルムネがすぐそこまで迫っておるじゃと。わし自ら撃ち取ってくれようぞ。テルムネを目の前にして黙っておれようか。この手で撃ち取ってくれるわ。使いもなんかわらくさくねえか。まあ、止める義理もねえが。一問一答。敵はあらかた撃ったが、まだ城内に将がおるようじゃな。おそらく黒幕様がいらっしゃるのかと。ご挨拶に参りましょう、政宗様。金山城を奪還したぞ。我らの勝利じゃ。この初陣がまぐれと言われぬよう、共に励んで参りましょう、政宗様。